パーカー、パーカーは2013年制作のアメリカ合衆国の犯罪アクション映画。ドナルド・イー・ウェストレイクがリチャード・スターク名義で書いた小説アクト・パーカーシリーズのアクト・パーカー、ーーカー地獄の分け前を原作としている。出演はジェイソン・ステイサム、ジェニファー・ロペスほか。プロフェッショナルな強盗として闇社会に生きるパーカーは天才的な犯罪者だが、 汚い金しか奪わない、悪者しか殺さない、仕事は完璧に美しく行うという三つの厳格なルールを自分に課していた。ある日、パーカーは新しく集められた四人の仲間、メランダー、カールソン、ロス、ハードウィックと共に強盗を行う。四人は強盗した金を元手にさらに大きな強盗をパーカーに持ちかけるが、パーカーをそれを拒否し分け前を要求。すると、 4人は表変して、パーカーを襲い品種の重傷を負わせ、大金を持って逃亡した。一命を取り留めたパーカーは4人に復讐すべく、彼らを追ってパームビーチに飛ぶ。そこで知り合った、不動産仲介会社の社員レスリーという女性の協力を得て、4人が新たな強盗を計画していることをつかみ、復讐の機会を伺う。だがその頃、 パーカーに向けて新たな資格が放たれていた。ありがとうございます。